ロシアによる軍事侵攻が明日で2年を迎えますここまでウクライナが戦艦を上げている国会での戦いについて検証しましたここからはウクライナに形勢逆転の可能性はあるのか伺いますウクライナが形勢逆転に向け大きな期待を寄せているのが F-16 戦闘機や M-1 戦車ですこちらを見ていきます F-16 戦闘機はレーダー,レー,ダー警戒 妨害システムも装備し80キロ以上先の空中目標を追尾して発射できる空対空ミサイルも搭載されています続いてアメリカ軍の主力戦車 M1 エイブラムスは120ミリの滑空砲を搭載し世界最強の戦車との異名も持っているんですね武藤さんウクライナはこれらが来ることによって一気に形勢逆転を図ることできるでしょうか F16 がやっと1年近くの訓練を終えてですね春以降、投入される可能性が出てきたんですけれども F16 が投入されたからってってゲームチェンジャーになるような働きができるかというとそこまでは期待できないと思いますがこれはマルチロールの戦闘機ですのでオールラウンダーということでいろいろな作戦に使えるんですね。 防御も使いますし、攻撃にも使えると、はい、まあいうことで、さまざまなウクライナの置かれている防衛作戦、それから、うんまあ、第二次反転攻勢があるかどうか分かりませんが、はい、まあそういったところでの領土奪還のための航空作戦、陸上の支援、うん、こういったところで活躍する可能性は、非常にあると思います。うんうん、元さん、先ほどね、はい、もう教わったもんだからすぐ使うんですけれども、うん、アウディウカのあたりで、 ロシア軍が攻勢に転じている一つの理由として、ロシア空軍による近接航空支援があるというお話がありました、まあ、地対空ミサイルが届かないところから、滑空弾を投下して、40キロのところからというのは、こんな話あった、あるお話、お聞きしましたけども、例えば F16 がウクライナにあの供,給供与されたときに、それが実戦に配備されれば、ロシア軍の近接航空支援、これを叩くことができる、要するに不可能をならしむることができるのかどうか。 これ近接航空支援も非常に期待されるところがあるんですがその前に NATO の戦い方でいうとまず防空を排除してそれから航空攻撃をしていくという観点で近接航空支援も大事なんですけどもシード、サムをく地対空ミサイルをこういったものを排除するような作戦にも使えるようになりますからそういったことをすると近接航空支援もやりやすくなりますし それから例えばクリミア半島への,その航空阻止、はいうん、広報政権への攻易ということでも非常に活躍が期待できるんじゃなないいかなと思いますものすごい期待値が上がるお話を伺っているような気がするんですけれども、はい、10機や20機じゃ全然足りませんよね、そうですねざっと、桁が多分違うんですよね、数百機のロットで提供されれば、今みたいなお話で、ぐっと一気に底上げできるようなお話、そういう理解でよろしいですか。 あの、いうか多分それだけのもの、それだけの数百機のウイグ6を操縦できるほどのパイロットが今ウクライナにいるのかどうか、まあ、そこも含めてですよ、ね、まあ、数百機というのはですね、はい、おそらく無理だと思います。はい、それと要因の要請をするのにも時間かかりますし。はいうん、それから、まあ、提供できる機数にもよりますし。うん、それから、さらに言うとですね、ミサイル防衛をしている中で、うん、今ウクライナ空軍のですね。戦闘機がどういう行動をしているかというと、ミサイルの脅威を避けるためにですね、分散しながら。 あの行動してるんですねというのはたくさん飛行場があるんですけども、うん、上がった飛行場には降りないんです<っ>別の飛行場に行くんです上がったところは狙われるからですですから、まあ、ウクライナ空軍今、まあ、560機残ってるとは思いますが古いあのソ連製の飛行機なんですけども,もそ,、ねはい、それがですね攻撃能力としては少ないんですけども、はい、これがそのミサイル防衛のために、うん そういう脅威を避けて生存のためにですねそういった分散運用をしているんですねそういった状況がある中でミサイルの脅威がある中でですね数百機の新たな航空戦力の配備というのは無理だと思うんです。ね運用ですねですから一定の数の制限というのもあると思いますので例えば数十機の新たな配備がされるとすればですねそれなりの数の戦力にはなりますが。 あ先ほど言われたように数百機のようなですね、はい、大きなその航空攻撃をするような、うん、あの戦力の,あのウクライナ国内での運用というの難し山下さんは M1 エイブラムスが届くことによって形勢逆転への可能性、うん、どうご覧になりますかまずあの去年の秋口から、はい、あのウクライナ軍がまあ事療を開始して、はい、でオープンソースだと31両ほど入るという、ねはい、あの話だったんですけど30両というと1個大体分ですよね。はい そうなると機械化旅団の一つだけが m 1になるということですよね、やはりあの相当戦力にするためにはもう少し入らないと例えば10個旅団分とかいうと今度は300両という数になりますよね、<ー>戦闘機の100両ってかなり大きいですけど、はい、あの戦車の100両というと3個旅団ですからアウディウカでロシア軍がすり潰されたのをれてぐらいですからね、なるほどだからその数的にはまあ足りないと。はい、それから今入って で前線に到着してるみたいな画映像が出てるんですけども、はい、67トンぐらいあって、うん、このデーネ化してるところで使いづらいので、うん、まあ春先から出てくる可能性ありますけども、うん、それが今、F16 とか、うん、あるいは海洋ドローンとかと同じようにゲームチェンジャーにある方は、まあ、必ずしもないと、うん、これはですね、うんうん、新装備が入ったから戦争うんぬんではなくて、うん5、5と一緒ですから。 相手はプラスチックの子で売ってて、うん、こっちはハマグリと石の棒を使ってるのと同じですよ。な、どんなご、ご意石になったって、使い手の戦術戦法です。あ、なるほど。だから、このような。資金体的な装備品をもらって。はい、ウクライナの参謀本部がどう使うかですよ。うん、あの、佐々木さんが言ったように、はいはい、国会艦隊の北側、西側から。うん あああ国会の北側、西側から、うん、ロシアの国会艦隊を追いやってるわけですよ。はいはい、それから F16、先ほどの武藤さんの話で、はい、航空戦力が、まあ、あの強化されると。はいでえー、またあの先ほどの佐々木 んの話一緒で振り子よ北が行ったら北行けって言って両軍がこう振って同じような振り子運動をしてたらだめなので振り子をロシア側に高く振らせてそして空いたところに機械を見て上がらないといけないとクリミアには人工衛星偵察衛星から見ると沿岸部にしっかり防衛線みたいなのがこっちの地図ですよ、こっちの地図がいいモニターの地図がいいですね。 つまり北のこちらの方にぐっと振ってここの隙間を狙うべきだとドニプル川ってかなりの川幅があるでしょそこを渡っても黒海のこのオデーサ側からヘルソン州の西海岸の空いているところに上陸させれば可能なんですよ可能ってうのはですよ。 あの使用する船舶を集めないといけないし、はいえー、対空カバーもやらないといけない、はい、ここに義変をやってロシア軍を北にやらないといけないと、はい、そういう仕組みを作った後に上げるぐらいの大胆な作戦を取らないと変わらないというそれってつまりじゃあ例えば今去年の6月、7月の、ね、ウクライナの反抗をするんじゃないかと言われていた時に 南部に集中するのかなといったらそれなりに東部にもくっつけていたとかそれはだめだよというふうにおっしゃ分かりやすく言っちゃうと白紙的にはだめなんですけど、はい、じゃあ、その駒があったかと、うん、観光できる部隊が揃ってたのか弾薬があったのかいわゆるエアカバーできる、はい、う基盤があったのかというところがあるんですよ、すべ、うんうん、てに対してトゥーレイトなんですよ、うん、できるようになったらロシア側がしっかり守っちゃったり。うん だからずっとそれは西側の支援を受けながら戦争してるからですよ、はい、で西側の支援が遅いでしょ、うん、遅くしてもらってやるぞといったらもうしっかり向こうは固めてる固めてる、はい、ここは戦見のメインではないですけどもよく NATO 側と調整をしてで、ねはい、NATO 側の意見を聞きながら、うん、え去年からやるべきだったんですよ、ね。よ、うん、アメリカとの、ね、ち,ち,ちょっとこの数字 我々ちょっと調べてこれデータが正しいかどうかも含めてのご相談1月9日公表時の軍事情報サイトグローバル・ファイア・パワーによるとですよ、山下さん、元さんウクライナは陸上兵力90万人ロシアは130万人戦車1700両対1万4000両航空機は70機対800機これだけの実力差が実力差装備における格差がある中で見えるはい 神奈川県のの方からこういいった私の声をいただいております、はい、欧米側の武器供与が遅れていることが戦況不利の要因のように言われていますが、うん、どのような武器をまたどれくらいの分量が補強されればロシアに勝つことができると考えているのでしょうか、うん、山下さんいかかがですザルジィンさんが辞める前に、えー、と軍事科学技術の分野で優越を取らないといけないドローンとかいろいろ言われていましたけど実際に戦争というのは、うん あの領土の獲得ですからいかに地域を獲得したかで戦争終わるわけですよ、うんはい、戦闘というのはそこで空中戦で終わったり海戦で終わりますけど、はい、でとなってくるとやっぱり地上で見える兵器が必要だと、うん、このチャートでいくと戦車、戦闘機、うん、それに弾薬ですよ、うん だかそういうああ俺ちょっと作ってません、ねね、で、も弾薬全然足りないですよね。今あのこれもオープンソースですけども、はい、ウクライナ軍は一日六千発以下で売ってると、うん、そこにロシア側は二万発売ってると。はい、で年間ロシア側が百五十万発のこれエストニアの情報だと生産能力があるとか。 北朝鮮から膨大な量の弾薬をもらったあるいはイランから地対地ミサイルをもらっていると逆にいくとウクライナはなかなかそこまでいかないしアメリカが止まっているという状況の中において厳しいのは事実ですだからここは戦争には経済の原則とかあるいは目標集中という原則があるんですよ少ない中でも集中をして奇策いうか奇襲をしてそして相手方の弱点をつくという知恵が必要ですよと言っているわけです。 先ほどの,その大胆な作戦を行うには新しいそのシルスキー司令官というのは、うん、適任かどうかというごどう思いますか。<laughs> うん、そう私はり、シリスキーさんと面会がしたことないのでわからないんですけど,ど,ど <laughs> それは別にあの総司令官が自分で考えるわけじゃなくて、はいはい、それはあのスタッフがしっかり考えるわけですけども、うんまあ、積極的防衛と言っているのは、はい、とりあえず戦線を整理して、はい、そして、あのー、再編成しましょうということを言っているので、うん、このあとど,、はい、どう反撃を仕掛けるか、うん、アウディー・ユカーはもう一回取ると言っていますよね。うん アウディーカは取ると言ってアウディーカに攻勢をかけるんですよ、うん、そしたら振り子の原則でヘルソンとザポリヤがまた向こうに上がりますから、うん、上がった段階でどこかの弱点をつくっていうんですね。うん、そういう知恵先方があれば戦法を考えないと つまり今のお話だとアウディーカを取るというふうにシルスキー司令新司令官が言っているとしてもそれは本気じゃなくて行くぞと言って引っ張り上げる陽動的な話でちょっと店せ金とは言わない店部隊がそこにいて攻撃している不良をしてロシアが対軍をそっちにやっている時にヘルソンを狙うようなそういう戦術があったらいいなという意味でおっしゃってるんですよね。普通は言ううううでしょうそういうふうに <え>本当のことは言わないですよね。ということはじゃあアウディウカを狙うというふうに言っているというシェルスキー司令官のお話を今ここで引用されているのはこれは。 ふかし,うういやいやしてはいないですけども、はい、そこに全面的にもう一度大量の部隊を投入して奪い返すような戦略的な価値がありませんよでこれなぜかというとあの赤く塗られているところっていうのは親、うん、ロ派地域のルハンスクとあ、はい、あのドネツクの共和があるわけですよ、はいはい、そこをまた取り返すっいうことですよね。うん、もうそのの敵地の中取っていくよりは、はいおっ どうぞ。今落ちましたようにロボットのように、あのヘルソンとかあのもとあのウクライナの土地を取り返した方があの取りやすいということですよね。はいはい、だからそちらに向けるんですけども、そこは振り子の原則と集中、うん、少ない兵力をすごいいかに使うかっていう知恵の出しどころだって言ってるわけですよね。武藤さん。はい。ムトウさんはどのようにご覧になりますか。今のメールにの対しとこの勝ちに行くという前にですね。はいはい、やっぱりその ミサイル防衛を考えたときに負けないことが一番大事で今まさにその例えば弾の数が危機的な状況になっていますがまあこれがあのもし弾が尽きたときにはですねこれだけ数がある800機のですねロシアの航空戦力というのがあのウクライナの領内を攻撃できるようになってしまうので,すねですからまあこれをしっかりあの補充するというのが一つ大事なことだと思います。それからこのの数差の差圧倒的な差を もしあの一気に挽回をするということを考えるのであれば実行可能性があるかどうかは別として、はい、まあ空軍的なその軍事的に考えると質のいいものを投入するということでいくと第5世代機とかです,、ね、あのですか？ナトー軍が、まあ、今、整備中ですけども F35 を整備してますよね、はい、それからまあ米軍は F22、はい、200機ぐらい持ってますから、はい、これ運用状態にあるということで、まあ、もしこれがです、ね、投入できればこの東部の えと占領された地域の航空優勢はれれるかもしれません、はいはいはい、それはあそれはもう NATO とはロシアのです、ね、台湾にすら輸出しない35をウクライナにアメリカが入れるのかってこういう意味ですよね、はい、それは入れることはまずできないと思いますしこれは NATO とロシアの直接の戦争になるのでそれは実行不可能だとは思いますが軍事的に考えるとです、ね。うん 空軍兵力の,この比較をした上でねさっきの,の F16 と F35 の話を伺うと制、うん、空権とか航空兵力においてロシウクライナがロシアを逆転するというのは不可能だというふうに僕には聞こえます、えーまあ、そもそもあの戦争自体はですねこれは特に陸軍主体の作戦で戦っていますのでこれを支援するという観点 ではですね、うんはい、あの F16 の投入というのは非常に有効になると思います。うんはい、それ以上のところで言うと、まあ家庭の質問になっちまうんで、35や22を投入する可能性っていうのは、これ現状考えにくいですよね。これはやはりですね、あのエスカレーションコントロールの中で、あの NATO とロ,ロシアの直接の戦争を避ける中でやってますので、こういったものの投入は現実としては無理だと思います。山下さん、先ほどからその。 北に引っ張り上げてヘルソンでないしはその国会からそのヘルソンから溶かしてクリミアにというのお話されてますけれども逆転の、ね、方法さっきの先にインチョン人選上陸作戦の例えでその話をされるそこの部分に一点かけてそこに戦力を集中して突破することを要するにクリミア上陸作戦のようなものがもし可能ならば。 もしかしたらそこから選挙が逆転するかもしれないそうですねクリミアじゃなくてヘルソンです、クリミアは非常に難しいでしょうから、孤立しますからね、そういう大胆な作戦をユムはロシア軍参謀本部が取らないと思っているのであれば、かけるチャンスはあると、それから今、前線にわたってロシア軍の陣地というのはスルベキンラインだったですかね、地雷原、これがなかなか突破できないと。 そして時間がかかったために塹壕にはすべて頭がかぶっていると円買がそういう状況においてそこを抜けないでしょうまずロボット・ででも抜けないしアウディ・ユカでは下がらずにいえなかったここを正面から抜くというのは消耗戦に入ってしまうと今出てたような戦力差の中で兵士の損耗が最初の VTR でもありましたけれども非常に多い中において。 えー、2024, 2024年が戦い抜けられるのかと、うん、両国が消耗戦に陥ったときにプーチンは直接、確保しているわけですよ人命を軽視しているわけですで、そうは言っても、うん、ウクライナ側はそれができないときには、うん、やはり大胆な作戦を取って、うん、ロシア軍の防御組織を瓦解させるようなそういう考え方が取れるのであれば、うんうん、やらないと難しいと言っているわけですよ。そうすることによって 末端の兵士の士気も上がるし国民の,あの士気も上がる、うん、ということですよ、ね、あの桶狭間とかインチョンみたいなお話かなと思いながら伺ってるんですけれどもねただ、でも人生上陸作戦をやった後っていうのはアメリカのもう膨大な工業力産業力によって物資を投入して面で押し上げていったわけじゃないですか。じゃあウクライナが まあその奇襲作戦によってやった後その後じゃあその上陸した部隊をこう後ろからその兵坦で支えきるだけの産業力、攻撃力が今あるかといえばこれ多分なないいんじゃないですか,だから今でつまり、継戦能力という点において、ね、いずれにしてもウクライナは、うん、F16 がちょっと数時間配備されました。 何しそのマグラ V5 によって部分的に勝利は収めるかもしれないけれどもそこから先の継戦能力つまり国力経済力の圧倒的な弱さを目の当たりにしたときにそれはあくまでも一時的なものにすぎなくて。 全面的に挙局を挽回することは難しいのかどうかここなんです私が言っているのは NATO、特にアメリカとよく連携をしてそして作戦を立てるべきだと今も NATO、アメリカ軍が助言はしているでしょうけどもやはり独立国家であるしメンツもあるから多分それは聞いても聞かなかったというのが去年のこの番組でいろいろ出てきましたけども私が言っているのはすべての作戦にわたって担保が必要なのでもし仮に ヘルソン州西部に上陸作戦するんだったらおっしゃる通りにドニプルから,からも突き出さないといけない、はいはい、でヘルソンに上陸した部隊の平坦性も確保しないといけない空中機動作戦もやらないといけない、はい、膨大な量の装備とあとからですよ弾薬、燃料がになってくるから、はい 作戦計画ダ段区分をしっかり決めて、うん、アメリカ軍に対してはこれは OK だなと、うん、この段階でどういう補給をしてくれますかとか、うん、あるいはポーランドはどういう補給をしてくれるかと、はい、それをずっと調整をしながら、うん、そしてきつく組み上げていくと、うん、これは実はあの去年もそうだったんですけども、うん、そういうあの国方支援からすべてをしっかりと連携をしながらいわゆる連合作戦みたいな形でやればいいたけですからそこができればということですよね。うん、佐々木さん 今みたいな奇策そ,それをフォローするだけの後,後方支援とか兵隊も含めた作戦をウクライナが立てるとした時にロシアはそれを許しますかないしはそれに驚かされる奇襲攻撃を受けるような国ですかそこもちゃんと見据えた上で僕はあの陸上の,あの防衛線の3040を見た時にこの国の要するに守りに向けたこの気持ちっていうのは底知れないものがあるんじゃないかなと思ったんですけどもいかがですか あのや,やはりロシアずっと見てるとですね、うん、守りに入った時って粘り強く、うん、なんと、レニクラードもそうですよね、はい、何百万人死んでも、はい、あの持ちこたえる、はい、あの最後押し返すと、はい、いうこと。 あまり人的な損耗というのは考慮せずに、うんえー、やはり押し返すところまで少し来ているということですのでいろんなやはり奇襲的なことうんぬん予想外のことはやられることはあるんだと思うんですけれども、うんはい、彼はそれにそ持ちこたえるような。うんあのー 国民性なのかなっていうのはちょっとずっとロシアを見てきて感じますね、今、形勢逆転の秘策であの 2>,、うん、2つの話とか出てきてましたけれども、はいはい、やはりあのあ私のもう一つの,あの専門の方の情報戦とか、そういう方向もいろいろ考えなくちゃいけないのかなと、うん、やはりあの今までいろいろなことをロシアに、うんえー、世論工作とかやられている中、うん、また、えー 西側ととのの関係の分断をされ,されるようなところまあそれでもって支援疲れの方向に行ったりだとか国際的にはあの中東の問題が出てきたりだとかウクライナに目がいかないようにするんだとか、はい、でそれのやっぱりあの逆のことも考えなくちゃいけないので、うん、ロシア国内なんとかしてあそこの国の,あの国内統制体制は非常に厳しいんですけども、はい、ロシア国内でやはりあの えー、沿線気分が醸成するようなそこに,対し、えー、そこにあのどんどんあの情報戦というかアクセスをしていってロシア国内でそういうあの機運が盛り上がると、うん、もしかしたらあのどこかの時点で、うん、ロシア側から停戦しようだとか、うん、あのそういう話は出てくる可能性もあるんじゃないかなと。うんまあ、そういったところもあの非軍事軍事事、はい の戦うのか今のロシアだと言ってますけれども、うんまあ、ウクライナの方もやっぱりそういうことを考えなくちゃいけないのかなと思います、うんはい、ここまでウクライナが形勢を逆転するための転換点について伺ってきました。ここかかららはロシアによる軍事侵攻から明日で2年 戦いをめぐる意識の変化と戦争の行方について伺いますまずこちらウクライナの最新の世論調査ではいまだ7割以上が戦争の継続に賛成をする一方で平和のため領土の一部を諦めると答えた人は19%と1年前から11%上昇しています一方でゼレンスキー大統領は国民向けの演説で ウクライナ全土を占領者から解放するために戦うと全土からロシア軍の撤退を求める姿勢を崩していませんん佐々木さんこのように停戦のために領土の一部を諦めるという人2倍以上になっているというこの世論の変化どうご覧になりますか。うん、あの非常に やっぱ2年戦っていると、うん、まあ国民自体もあの疲弊してきてやはりあのいろんな劣勢な情報というのを聞いてしまうとどうしてもやっぱりそこに引っ張られる人があの出てくる、ねうん、まあこれはあのしょうがないのかなということだと思いますので、まあ、先ほど情報戦という話をしましたけど、はい、相手方にやる情報戦 ももありますけど国内、国民を納得させる情報戦とも当然あるわけでゼレンスキー大統領、もう一度ですね国民としっかり対話をしてやはり人間きついものにどうやって頼るか頑張れるかというのは目的がしっかりしててできれば期限が。 あの分かれば、そこに向けて頑張れるということですので、うん、まあそういったことも含めてもう一度あの国民としっかり対話をして、うん、あの自分たちはこうあるべきだということを、はい、あの国内向けの情報発信、うん、戦略的な情報発信をしていかなくちゃいけないのかな、うん、ととといいうことだと思います、ね、武藤さん、明らかに国ウクライナ市民キーウ市民の間には変化が起きています。 どういうふうに踏ん張ればいいのかというのが普通の質問なんですけど踏ん張るべきかどうなのかということも含めての多分質問になりかねないどうご覧になりますか今あの佐々木さんが言われたように、はい、まあ国民の意識がこういう形で変わってくる中でですね、はいうん、当然、領土を諦めるべきだねと言われたら諦めないのは当たり前なんですけども国民がやはりその納得できるような何かその戦果を収めるだとかですね、うん、それから優勢に戦うだとかそういったものを 国民に対して発信をしながら最終的に国民が納得するところで戦果を収めて優勢な形で停戦をするだとかそういった努力が必要になるんじゃないのかなとそのためには現状ではゼレンスキー大統領が言われているように全土を解放するというのはそもそも現実的に軍事的に難しい状況の中ではそういった努力をしながら一定の戦果を収めて停戦。 とといいいううううよなななな形が現実的なんじゃないかなというふうにいそうするとその政治の側の国民に対する発信としてね武さんその我々はまだ諦めない2022年の戦争が始まった時のところまで必ずロシアを追いの追い返すというふうに言いながらもちゃんとサブチャンネルでロシアないしは他の国と どこまで領土を諦めてどのタイミングで停戦協議和平協議に入るのかというのを準備していなければいけないというふうにもちろん外交の治論としてしっかり外交しながらやっていかなきゃいけませんし軍事的にはやっぱりですねどこまでできるのかということを政治に対してしっかり進言すべきだと思います。ねそれはは要するに軍戦う側として われわれの戦力は今これだけですと相手の戦力はこれだけですと相手の増強計画はこうですとわれわれの方の増強計画ないしは西側の支援の見通しはこうなっていますとで兵士はこれだけで言って連土はこうで指揮はこうで,で結局ここまではこのように戦えるけれどもここから先はというこういう率直なやり取りが当然行われているはずだという意味ですよねもちろんそうしなければいけないいと思ますそういう時に軍の,軍の側がですねウクライナ軍の側がウクライナ政府に対して こ,うこれ以上はできませんないしはここから先までは押し返せませんということを言うもんですよね、普通言わなければじゃあ、とことん最後まで行けというふうに言われたらとことん最後まで行きますという話になるのかというこの政治と軍の関係なんですよ政軍関係、うん、いかがですかまさにその軍としてはですね、はい、あのー そういった政治に対して、あの軍の意見として、あの軍事的な客観的な観点からですね。当然その進言をしなきゃいけませんし、なかなか難しいと思います。できないとは言えないかもしれないですけど。まあ、あのオプションを示して、ここまでできるというようなですね。まあ、そういった。ああ、進言、これは絶対的に必要だというふうに思います。ただ、そこには摩擦は起きると思います。山下さん、今の話です。できないというふうに言う軍。 先ほどあの奇襲という大きな話をしましたけど、うん、まあそれはあのドラスティックに戦線を変えるにはそのくらいした方がいいと言っただけであって、はい、今のご質問に答えると、うん、日露戦争を開始する前に満州に派遣される大山巌総司令官は伊藤博文とお話をして、はいはい、軍としてはここまでやれるけど。うん ここ以上はできないと、あと、うん、は頼むよって託して、まあしにいくわけですよね。山本五十六、そうじゃないですか。同じでしょうけど。一ね、山本五郎六は第二次世界大戦ですけど。あ、もちろん、ジュニアだから、これまで、ここまで。ね。 1>, 1年半なら暴れてみせるというふうに言ったと言わないき<や>その後聞いてください、はい、それであの満州総軍は派遣をされて、逐地北上していって、はいうん、で、方天の開戦で勝ちますよね、はいうん、あそこが作戦の限界点なんですよね、兵力的にももう足りない、かつかつで、弾薬の補給もできなくなりつつある。はい で向こう側のロシア軍はシベリア鉄道を片方向だけにして逐次戦力が上がってきているんですよ、はいはい、今と同じですよ、はい、そこで冬に玄関の中に入って、うん、まあ動かなくなる、うんで、振り返ったのが日本海海戦ですよね。うん でその間に日本政府は大勝利をしてポツマス条約に持っていくアメリカの中間変ありましたが何言ってるかというと、はい、軍事作戦の限界点をよく承知をして、はい、でここまでになったらあ戦、まあ、終戦を迎えるという政治的判断をしないといけない、うん、で今、非常に難しいのはプーチンのこの戦争の政治的成果と、はいえー、ゼレンスキーの政治的成果がかみ合っちゃってると。うんうん いわゆる領土全部奪還と今取ってるところとをさらに行けっていうところですからそれをどっちか諦めという話ですよねここは作戦の限界点を政治家が見てでまあ国民のこれ以上戦争できるかというところを見て政治家が決断しないといけないですよねこういう時って軍が先にこれ以上はできませんというふうに言うのが先であるべきなのか政治の方から ある程度、自分たちの政治的な限界もこういうところに見えるんだけどどうだいというふうに軍にこう諮問するる尋ねる逆ですよね、<逆>だって政治家は素人だという前提をすれば軍事作戦は分からないということですから軍,事軍隊としては先ほどもう一回述べますけど日露戦争の陸軍みたいにここまではやれるけどこれ以上は無理だとこれを政治側に言わないといけないのであのシルスキーはここまではできるとあるいはこういう条件があったらここまでできると。 ここまでやれっていうんだったら政治的にも,のをもらってくるよといことですからそういう話し合いをし,しているはずですよねただ、どうですか過去の発言とか見ると政治に対してここまではできるこれが足りないと言っていたのはザルジニーで。 そこの立場にいないですからシルスキーはねれは今、シルスキーが言う立場にあって、はい、お二人でどういう話をしているかど分かりませんけど、うん、あとはゼレンスキーが政治的決断をして、うん、仮にウクライナにとって譲歩、えー、するような案であれば、うん、あそれでも戦後の、うん、担保をもう一回取ってブタペスト防衛側は保護にされましたけど今度は安全保障の担保を取って自分が辞任するということですよね。 ゼレンスキーがね責任を一方ね山下さんさっきの世論の話一般にキーウの市民に話を聞くと全部取り返すというその政治的な目標は分かるけれどもどあとどのくらい死ねば奪還できるのかという議論が市民の間に出ていると僕はこれ非常に深刻だと思っていてその言葉の重み要するに市民がもうすでに死に対する戦死者 しは犠牲に対しての,その恐怖を諦める、初めのうちはそんなんじゃなくていけという感じだったじゃないですかこういう意見が出てくるというこの世論ウクライナのキーウの世論住民の人々の心どうご覧になりますかまずこのパーセントはです、ねはい、聞かれたら諦めるべきではないと言いますよね。 だからウクライナの国民の本当にどう思っているかではわからないと、なるほどそしてあのお二人が言ったように戦争が長期化し、うん、それから見える形で死者が増えてきてると、はいる、そしてえ今回、指揮官まで後退したと、はい、これは責任を取らせて後退したということですよね、うん、こういう先行きが見えなくなってくるとやはり国民の声援は低下していくのは事実ですよね。ここは 一もう一つ大きな、うん、あ作戦で勝利をして停戦に持ち込むかそういうのはあると思いますよ。だからそれがさっきのインチョン上陸作戦みたいな話ですね。すねだから私は最後までロシア軍を追っ払イと言ってるわけじゃないんですよ。うんうん、で、うん、ヘルソンに上がって、うん、あのクリミア半島の あの橋のというのはクリミアとヘルソンの橋ですと一部は奥,奥の方じゃなくてね、入管が上がれません、はい、一部はザポリージャの方向に向かいながら第三国から停戦交渉させるということですよね、うん、そしてヘルソン州は渡す、うん、それから東部はもう我慢をするでザポリージャはどうするかという話はありますけどね佐々木さん、今の山下プランどうお聞きになりますか一発ここに 奇襲攻撃をかけて、その上で、公安に持ち込む環境、その代わり。ヘルソンは諦める。東部も諦める。いやいや、ヘルソンは取るんですよ。よヘルソンは取るの?<あ>。取る。は失礼しました。じゃあ、東部は諦めてるんですね。 ロシアはそれで納得すると思いますか基本的に納得しないですね、ロシアから見れば。じゃあ、どういうやっぱりウクライナとして、じゃあ、出口戦略を考えなくちゃいけないその時には、今、ウクライナ側が取ってる、ルハンスクと、あじゃなくて、ドネツクとルハンスクは渡すんです、ロシアに渡すんです、までで行かせるんすここまでくれるだから、投下交換ですよ。 あれですよ、あの今、親ロ派がいるところのところですよね、バフムトとか、これはロシアに行って、結局、こちらを横返せということです,とですね、はい。そうするとどうなるかっていうと、ルハンスクとドネツクのところは、州圏境、はい、行政地域まで取れって言われてるわけですよ、軍は。はいはい、あの上は違いますよ、ハルキウ州は。ここですね 上は、はい、確か違うと思うんですけどクピアンスクのところはですね、うんえー、そこは取れと言われていすそして現状の占領地域は確保しておるという次のミッションだと思うんですよ下は、はいえー、クリミアは確保ですよね、はい、となってくるとお確実に新ロ派地域についてはセ力カに入れる、うん、そして取っているところは今押されてきたので、はいえー、クリミアは確保できるけども、うん、他はまは返しましょうということです、ね、でなないと停戦にはならない だから、うん、ロシアには、東部を加工させる。二つあげるってことですよね。南部二つは返して。うん、これがドローですよ。いかがですか。出ないと、ならないと思いますよね。現状ロシアそれ飲むと思いますか。うん、あの基本的には飲まないでしょうね。うん、<laughs> あの、まず。紛争、戦争始めた時の。要件っていうのは、はい、ここから立ち上がったんですね。あの今、山下さん。が言う東部二州。うん。 が助けを求めてきたから、はいはい、あの介入していったんだよ。で、クリミアはもとあの、うん、住民投票で90%以上が、うんえー、ロシアに属するのがいいと言ったから、あの助けに行った。はい、で、2014年取っちゃったと。はい、だからあのそれがあの介入の始めなんですけども、うん、途中からこのナラティブはちょっと変わってきて、あ,あのザポリージャヘルソンも、うんえー、ロシア国 <laughs> あの領土にもう踏み込んできてしまったこれをあの返すというところまではロシアとしては多分あのすぐにはというか一時的には乗,、ね、乗らないとであのウクライナ側としても、うん、じゃあどういうと,とこで収めなくちゃ収、うん、まらないんですね収、うんはい、めなくちゃいけないかというと、うん、もうあの領土の割譲だとか、うん、あの領土線を決めるってことをしないで、うん 停戦状態に用いる現状で止める現,現,現状で、うん、あのそれ以降はもう国際的なあのもあの紛争問題あの領土問題としてずっとあの引っ張っていきながら、はあ、あのまあそ,それも一つのやっぱり領土を諦めないという一つのあれかもしれないんですよね。あのそうするとドニプロ川が国境になります。現状それでやっちゃうと、ままあ、暫定国境。暫,暫定だこあの国境と。 絶対国境といっちゃいいいけななわ停戦ラインね停戦ラインですね、うん、一旦の。うんうん、であの。じゃあ、その後の状況で、はい、あのまた変わっていくか、うん、もしくはあのその停戦ラインを決めるときに、はいはい、どちらかが非常に有利な状況で話を持っていったら、うん、それがまた変わっていくということがあると思うんで、まあ、そういうのが一つの出口なんじゃないかなと思います。はいはい ここからはウクライナ侵攻2年から日本が得るべき教訓というテーマで皆さんからご提言をいただきますでは、平和には強さも必要と、これどういうことかというと、ウクライナの教訓というのは、ですね専守防衛、非核三原則、それから大国の安全保障、まあ安保、担保されてたと、こういうウクライナの安全保障の基本政策を持っていながら、 他国の,その侵略を抑止できない、こういう現実を日本に築きつけたということですから、やはり強さ、防衛力をしっかり要請しないといけないと、まあ、こういうことですすす、はい、ありがとうございいまま藤さんお願いします、はい、簡単ですけど抑止ということで、まあ、今回あの、残念ながらこう力による現状変更が起きてしまったわけですが、この悲惨な状況になるわけですね、まあ、こういったことがないように、えー、日本の国を、大事なのはです、ね、日本の国はしっかり自分たちが守ると。 いう強いの意志とです、ね、能力を持って抑止に全力を尽くすと、でさらにはこれに加えてです、ね、あの同盟国等々の連携をしっかり図ることによって抑止力をしっかり強化していくということが大事だと思いいいままますすす、うん、ありがとうございます佐々木さんお願いします、はい、で私は備えあれば、まあ、その続きはあの憂いなし、うんえー、備えなければ憂いばっかりだということなんですが、うん、あの今回、いろんな教訓があったと思います。うん 紛争、戦争の前には、非軍事のいろんな戦い方をされたり、まあ、全領域での戦いと,とも言われてましたので、まあ、そういったことに対応していくようなあの体制、えー、整備をしていかなくちゃいけないのかなということだと思います。はい、ありがとうございます。